はい、どうもハリットでございます。本日もドラゴンクエスト2ドロップアイテム縛りプレイですね。今回もやっていきたいと思います。特に大きく変わってるところはありませんが、まあ、前回ねロンダルキア9割ぐらいいけたかな。まあ、ちょっとだいぶラッキーもあったんですけど、まあ、今回ももう無理やり押し通るって形でやっていきたいと思います。だいぶ運が左右するんですが、前回行った時にちょっと途中でルート間違えてしまったのがあったんで、そこがだいぶもったいなかったなって感じですかね。今回は間違えずに、であとアホみたいに敵の遭遇率エンカウント率が高いところからあるんで、そこをまあうまく回避できたらいいかなって感じですが、まあまたやられたらやられたで何回も何回もチャレンジしていくって感じになると思います。まあ時間かかりますよ。ほんだったらでもどうなんですかね、実際まあ稲妻の剣を取ればだいぶ展開は変わるってことだと思うんですけど、だとしてもよ、個人的にはだとしてもと思ってます。勝負は5回ですからね。5回のところに行ったところがとんでもないエンカウントあるん でそこを乗り越えて、あと最後のところ、まあ、あとはそこが場面切り替わりが多いんで、場面が切り替わった時に出てくる時が、おー、ちょっとこれは行きますか。まあ、全然。本当倒して、経験値欲しかったっすけど、そんな、贅沢は言ってられません。まあ、とりあえず、1回は、いいんですけど、5回とか、群れが、やばいんすよ。で、1回でも逃げられなかったら、まあ、3人のうち誰かやられるよなみたいな。よし、とりあえずここは順調。これ左に、まあ、一回参った方のやり方でいきましょうか。とりあえず3つこの場面展開は1回だけなんで、おおと言いたくなるが逃げるという。100ですからね、メタルスライムの100は残念ながらあんま美味しくないですよね。まだブランドがついてないですわ。ブランド前じゃない、まだこれハックス前なんですよ。売れる前ですから、売れたらもうものすごいプレミアつくんですけど、ちょっとだけやっぱ毒野の街でちょっとダメージ食らってたんで、これが少し気になる。1つ目、3つ目を下に2回かな。上に一発で行ってもなんかいけそうな気がするんですけどね、どうなんだろう。ここら辺まで特に今とかハグレメタルとメタルスライムしか合ってないしね。問題はほんと5回なんですよね。3回も結構長いんで、あ、ちょっとなぜか上を向きますね。うい、だからそんな強ないんだけど、オッケー、なんか逃げまくりです。これを下に2回行くってことだと本当はなんかルート的に違う気がするんですけど、場面展開がこれ1回入るんでないですよね。でこの下なんですよ。だからさっきのとこ上に1回行ってればもしかしたら一発でいいのかもしんないですけど、あれ、ちょ
ょっと早足で。あったです。これどういうことなんですかね、よくわかんないんですけど。ちょっと5人。ああですよね。そんな、こいつらはそんな強ないと思うんですよ。そう、補助だから基本。ああそれはやめっくれ。うわぁ。ちょっと、ああもう最悪だ。もしかしたらもう MP が。しかも火ダメも痛いし。やめて、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 やめて。うぅ、バカ。うーわ。めちゃくちゃよ、こいつら。うーわ、全然逃げられない。いや、もう、MP がないから、やり直しだな。もう無理ですよ、こっから先は。しくー、帰宅ですな。最悪っすよ。ルーラーって使えんだっけ。はあ、最悪。納得いかねえ。でもこれがロンダルキアですよね。戦ってた方が良かったのか。でもあいつらは魔法取るからちょうどゼロっすよ。さあ2回目トライっすね。正確と3回目4回目。まあまあ何度でも。なんででも、チャレンジは何度でもできますからね。諦めなければ。ほんと、鬼ゲーだなってのを改めて思いましたね。お。この子が、まあもう2回落とすことはないってのが分かってるから。ほんとは、落としてほしいですけどね。三河氏の服を。MP が無駄に減りますからね。おい、レベル上がるんだ。クッキーちゃん。あ、素早さが。素早さと HP が大幅に上がったのは、でかいっすね。そしてここで、あう。さあ、本日、二度目の、帰ってきたぞと。さっきのところが2回映った。ってのはあのルートは合ってんのかな。下に一回行ったらもうそれで行けるっていう風になってないのかな。どうなんすかね。試してみるか。寄せまだ。これをラストにしたいんですけど、もちろん。ういーういー、メタッちゃん。うわ、まあまあまあ、ビー玉だけして逃げるのだけはほんとやめてほしいんですよね。うわ、2回か。うわ、これ、こういう時って、どうすりゃいいんだい？ですよね。ベギ玉だけ。ベギ玉で火ダメだけ入れて逃げていきやがるからね。最悪よね。ほんと。飯だけ食って終電で帰る女の子みたいな感じじゃないですか。食うだけ食うからね。遠慮ってもう知らんすからね。食うだけ食って、終電がとか、明日朝早いからとか言って、嘘ついて帰りますからね。先言えやって思いますけどね。あ、なんとかならんですかね。お会計前に、言うてくれたらよって勝手に思ってるんですけど、絶対お会計後に言いますからね。100% に近い確率で、お会計後に、こう、あ、ちょっと明日早くてとか、
友達から急に連絡来て行かないといけない、どこで習ってんすかね、ああいうテクは。おごるまで従順なんですよ。でおごり終わったらもう帰る、じゃあみたいな。恐ろしい、恐ろしい世の中ですよ。ドリア多少強引に行ってみるか、一回スーって行ってみます。あーやっぱ全然違うわ、ベビル戦った方がいいかな、二人ぐらいだったら。あーそういうパターン、騙された、完全に騙されました。ちょっと調子よったこれですわ。やっぱ出ましたわ、すぐ恋愛に結びつけますけど。あ、じゃあ明日来週土曜日遊ぼうねって言って、飲み行こうかって言って、で私が予約しとくからねって言って行ったら、女の子友達と二人来るみたいな。でこの後私たち女子会して、私友達ん家に飲むから、じゃあまた連絡するね。鬼ですわ、ひどいもんですよ。愚痴しか出てきてないな。いい子もいますよ。あースカッちゃんか、スカッちゃんは確か強ないんすよ、スカッちゃんは。ほらすぐ目覚ますけど、ちゃんと対策を打って勝てるやつには戦っていけば多少は経験値はもらえるから、これ二つ目っすよね、忘れないようにしないと。戦闘が終わった後は特に、しかも持ってると愚痴って後ですからね。いい子も多いっすよ、めっちゃいい子多いっすからね。最近読んだ本で何ですかね、何の本でしたかね、俺は可愛い子を信用しないっていう、あの007かな、映画ですわ、映画の007ってあるんですけど、それでジェームズ・ボンドが、まあ、おっさんなんですけど、俺は可愛い子を信用しないよっていうシーンがあるんですよ。でもボンドがあるの女性はめっちゃ美人なんですよ。それ、最悪これ。逃げれなかったら終わりよ。危ねえ。ボンドがあるは、でも全員美人じゃん。ボンドがあるへの信頼感も、だから可愛いだけじゃ信じないってことなんですよね、きっと。ボンドが言いたいことは。あ、やっぱ上から行ったらすぐだ。すっ。さあ、こっからも長いっすよ。はい。OK ですね。ここもね、長いんすよ。時間、制限時間いっぱい使ってきますから。相撲で、なんかよく、相撲のルーティーンがよくわかんなくて、なんか何回も仕切りっての取るじゃないですか。で、なんか、はい、制限時間いっぱいですって言って、なんかスタートして、わっしゃーみたいな。なんか何回も塩巻くじゃないですか。この間、テレビの解説で、タレントの俳優さんか、俳優の松重豊さんが出られてる時とか、なんか解説があって、本当はその時間制限いっぱいまで、その仕切りを何回もし直す必要ないらしいんですよ。でもなんか今の相撲業界のなんか悪いとこなのか、まあどういう、なんか興行をちょうど6時に終わらせるとかそういう調整があるのかっていうのがよくわかんないんですけど、なんか時間いっぱいまでわざわざ仕切りを何回もさせるっていうのがあって、あれは僕は本当相撲わかんないんですけど、
まあ本人たちの緊張感とか高まっていくってことだと思うんですけど、時間いっぱいまでやるっていうことが、まあ、正しくないというか、そこまでしなくてもいいのに時間を使うっていうことに意味があるのかっていうのを問題にしてる親方がいて、あ、なるほど、そんな考えもあるんだなと思って、ちょっと結構聞いてて面白かったですけどね。実際なんかこう社会人とかになって若い人たちが、まあ大体上司って年上じゃないですか、まあ、結構上45、もっと50、60とかの人と喋るときはやっぱ相撲、ゴルフ、野球は外さないですよね。結構相撲の話、やっぱ年取ると相撲とか好きになるようになりますね。僕も昔とか10代20代とか全く相撲興味なかったんですけど、なんか最近サウナとか行くとき結構おじさんが多いから、まあ場所が始まってるときは結構相撲がずっと中入り後とかじゃなくて幕内とかじゃなくてその幕下から流れてるんですけど、なんか結構相撲って見てたら面白いなってのは感じますよね。パワーだけじゃなくて上手下手とかどっちを取るかみたいなとか、まあ、あれ見てたら面白いですよね。ちょっとこいつらを叩きに行くか。そんな強ないし、うい、いや、その開始の一撃は正直はぐれメタルくんに取ってて欲しかったな。おお、福引券か。福引きしたいっすね。福引券落としてくれるんであれば、もちろん福引きでめちゃめちゃいいアイテムが当たったらそれは当然使っていいっすもんね。この縛りではありますけど、今んとこまあ順調ですけど、まあ、言うて4回はないようなもんですから、3回のところさえすり抜けれて、で、5回のエンカウント率がやばいんで、そこさえ切り抜けて、あとは6回のところを間違えずに行けば、ゴールは近い。ロングダークやってるようなもんですよ、ほんと。ロングダークも生きるか死ぬかですから、なんかそんな、自分の実力だけではどうしようもないことというか、まあ、運に左右されるというか、確率をいかに減らすかとか。スッといこう。ここだから、こういってこういくのが一番いいか。はい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 、ここで落ちるとだるいっすからね。でもちょっとでも短いルートで行きたいっすね。ここは大丈夫なはずなんですよ。ここエンカウント率が高いから。この子たちに前やられたんですよね。攻める、戦うか。うわ、寝ないのかい。寝てもらう前提で進めたんだけど、寝ないんかい。危ねえ、危なかった。ほんと後ろを叩くタイプなんですね。金槌か。どっちが強いんですかね、鋼と大金槌って。イランのは捨てるか。待ってくださいね。ここはダメで、
ここを右に行けばいいか。そしたらショートカット、うい、あー、ここは逃げれないときついよ。うわ、終わったかな。一人はやられるかも。あー、どうだろう。ですよね。いやー、心もたなくはなりましたが、まあ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 、想定の範囲内、堀江貴文さんです。よし、ふう、ラストフロアっすね。今のところを結構早く抜けれたってのはでかいと思うんで、あとは間違わずにいけるか。初めて行った時はさっきの5回のところを大回りして、落とし穴落ちたくなかったから大回りして行ったんですけど、それが良くなかったんで、今回はちょっとショートカットショートカットで行ったのが正解でしたね。でもまあよく2人残ってくれましたよ。えい、来たー。あー、よし、正直今ので逃げ切れなかったらどっちかはやられたと思います。ムーンブルックに2人とも攻撃してたらやられてましたね。ローレシアに2人ともだったら大丈夫だったかもしれないですけど、今ね8割方来てんすよ。あとはいかに敵に合わないかってところと、敵から逃げられるかですね。あー、1体か、1体やったら叩こうかな。よし、 MP が37だから、あと多分5回ぐらい戦うのかなと思ってんですけど、その5回のうち今みたいに敵が少ないとか逃げれるとかが運よく続かないときつい、かなりきつい。言うてここを出た後もきついんですよね。あー、危ない、息2個進んでもうた。いや、まず自己記録を更新したいですね。自己記録更新は近いんですけど、その時も2人いて2人ともポンポンって一気にやられちゃいましたからね。やられるときは一瞬っすよ。まさにロングダークと一緒です。場面転換がね、あと5回ぐらいありそうなんですよね。これほんと攻略本がなかったら地獄よ。でも武器とかがベストコンディションだったらそんなに苦労はしないんですかね。言って水の羽衣があるとかそういうのを装備してるわけでもないんで、だから敵の攻撃とか魔法とかブレスとかがきついってことなんですよね。遠いな。いやー、もう9割は来てる。まあ、出た先までちょっと距離があるからそこも混むと、混めるとまだ7割かもしれないですけど、洞窟のことだけ考えたらもう9割は来てます。いや、順調よ本当に。よしよしよし。
あと分岐が2つあるんで、上に行って右に行って右に行き続けたら OK ですね。ちょっと駆け足になってんな。うわいっす。ああ、ここまで来て勘弁してくれよ。あー、ダメかなこれは。おお、奇跡、まさかの。よっしゃ来た。ふう、あそこで身をかわすってのはちょっとテンション上がったな。今のは震えましたね。本当は今思ったんですけど、サマルトリアの三河市の服をローレシアに装備させた方がいいのかなってちょっと思ったんですけど、やれときゃやれるし。いや、今のは奇跡中の奇跡ですね。相当薄い確率今乗り越えたんで、今かなり幸運の女神がついてる気がする。だから変にうかつに変なことしないでそのままやった方がいいような気がしております。くっ、逃がしてくれ。あー、ダメだ。あー、もうこっから回復できねえや。から回復ができないっすね。薬草とかなかったっすよね。回復ができないっすよ。いやー、もう戦闘できないんで、あっても逃げない。いやー、もうこうなるとよ、ちょっと待ってくださいね。いや、こうなるとちょっと三河市の服をちょっとくれってなるで、多分装備できますよね。ちょっとでも確率上げよう。いや、これでクリアできたら相当よ。ゴールは近いんですけどね。いやー、もう一人も会えないな。一人でも会ったら全部の攻撃を食らっちゃうから、会う敵のジャンル次第ですけど、基本誰に会って、うわぁ、逃がしてくれよ。し、来た。ふう。うわぁ、場面転換かよ。つら。ボールは見えたんすよ。ただこっから先なんですよ、結局問題は。よし。うーわ、もうやめくれー。あ、よかった、スーパーラッキー。やっぱついてるね。この木が消えないうちに、よしよし、あそこはゴール。慎重に、だけど大胆に、ゆっくりとスムーズに。ゆっくりこそスムーズですからね。これ焦るとダメなんですよ、戦場の兵士のように。戦場の兵士のように。あと1、ここで出なければ。うわー、もうあと一歩っていって、やめくれ、逃げろ。よし、来たー、クリアだ。へえ、誰？めっちゃここでセーブして、そっから何回も挑戦したいぐらい。本当にもう一回嫌だ。どれ、結構でも距離がありますよね、きっと。マジでこれセーブして、こっから何回も行きたいもん。もう一回とか嫌なんだよね。
緊張感。ここに出てくる敵は多分とんでもないやつばっか。おらっけー。やっぱ流れが。いやでもこ、まだちょっとこんだけしか歩いてないのに、もう一回敵が出てきたってのはもう地獄よ。いや、どこよ、どこよ。どこでしたっけ？祠みたいのがあるんですよね。うわぁ、もう結構エンカウント率。一回でも逃げれなかったら終わりっす。緊張感がやべ。いやぁ、これロンダルキアが終わってからもう、これはないぜ。回復できないからね。あ、どこだっけ？これ上の森を行っていいのかな？山は行きたくないっすよね。どこだ？だっけ？なんか、道を間違ってるような。ラッキー、ほんとラッキーが続いてる。これで行けなきゃ嘘よ。え、めっちゃ遠いんだ。十分に予約作ってから。うわ、もう無理でしょう。ですよね。あ、ラッキー、まだチャンスはあるんだ。よし、まだチャンスあるぞ。もう終わったと思ったけど。もう、こんな遠かったっけ。いや、多分もう近いぞ。やってることがロングダークです、本当に。うわぁ、あの森軍団が突っ切っていいのか。あれ、これどっちだっけ。 あそこか、橋渡し。いや、遠すぎるて。よう、ここまで来てますよ。あと20歩ぐらい。薬草でもいいから欲しいわ。あそこだ、見えた。見えた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 。あと10歩ぐらいか。いや、いけるかも。いや、待って、いけると思うな。ゆっくり、一歩ずつゆっくり。一歩ずつゆっくり。一歩ずつゆっくり。噛み締めて。これで、焦ると、今までの努力が全部無駄になるから。よしよしよし、オッケー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 。あと、1、2、3、4歩。1、うぅ、ああ、やだ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 。よし、3歩。やだ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 。あと2歩。やだやだ、絶対やだ。よし、あと1歩。くんな、よし、勝った。俺の勝ちだ。ああ、勝った。ああ、勝った。勝ったよ。でも、いいんだけど、これって生き返らせるときどうすんの？まあ、一回で、ここで終わりましょうか。まあ、他のところで喋らなければ、生き返らせて、ここにルーラーで帰ってこりゃいいってことですよね。いや、無事、なんとか、ここまで来ましたよ。奇跡中の奇跡。ただ、テンションめっちゃ上がりました。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。それでは失礼します。バイバイ。